マリオカートの最新作が任天堂 3DS に。マリオカート7。マリオカート7ではグライダーを使って空を飛んだり、スクリューをつけて水中に潜ったり、レースの世界が広がりました。コースは全部で32コース、仕掛けいっぱいの新しいコースが16種類、シリーズ作からの懐かしいコースも16種類。空に海にと広がることで新しいレース展開が楽しめます。レースに使用するキャラクターを選ぶのはもちろん、カートを自分の好みにカスタマイズすることができるようになりました。例えばスピードを重視してレーシングタイプのパーツで揃えたり、ダートコースに備えて大きなパーツを選んだりなど、フレーム、タイヤ、グライダーの組み合わせでレーススタイルに合わせてカートをカスタマイズ。パーツはコース上に落ちているコインを集めることで増やすことができます。おなじみのキャラクターやミーを使用してのレースに加えて、新しいキャラクターとしてジュゲムやメタルマリオも参戦。さらにアイテムは新しく、カートの後ろに尻尾がつくスーパーコノハ、前後のライバルをスピンさせるファイアフラワー、7つのアイテムが一気に揃うラッキーセブンが登場。近くにいる人たちとの対戦はもちろん、インターネットを通じての世界中の人たちとの対戦など、最大8人でプレイできるさまざまな通信対戦も充実。さらに新しくできたコミュニティでは、仲間と共通の場所に集まってより手軽に対戦を楽しむことができます。またマリオカートチャンネルを使ってすれ違い通信やいつの間に通信でゴーストデータを交換受信することもできます。すれ違い通信ではミーやゴーストデータを交換できるほかに、すれ違った人とインターネット上で合流して対戦することも可能に。いつの間に通信では最大7人のゴーストデータとタイムアタックを競うことができます。任天堂 3DS をハンドルに見立てて本体を傾けることで操作することもできます。陸に、海に、空に、レースの世界がさらに広がる。マリオカート7。